ユナイテッドサポーター部、頑張れ鹿児島アスリート。ユナイテッドサポーター部、ユナプラ。ユナイテッドサポーター部、ユナプラです。鹿児島ユナイテッド FC を応援するコーナーになります。さて、前節はですね、九州ダービー福岡との戦いだったんですが、残念ながら0対1で敗れてしまいました。残念だったですね。荒殿先生、はい、まあ、やっぱり鹿児島県としてはユナイテッドを応援していらっしゃると思いますけれども、印象いかがですか？ああ、もう応援しております。本当ですか？最近良かったんですけどね、はい、そうなんですよね。やっぱり研究もされてると思いますし、はい、なんかね、もう一歩なんでしょうね、きっとね、うん、最後の得点するところとかすごく惜しいところもあるのでね、ちょっとこの九州ダービー負けてしまったのは非常に残念なんですが、今週末はですね、山形で試合があるということですから、皆さん応援メッセージをスポーツプラスから発信していただければと思います。さて、まずはですね、その前節福岡との対戦の後、皆さんに水戸ちゃんがインタビューしてくれておりますので、このユナイテッドサポーター部女子マネージャーの水戸ちゃん、お願いします。はい、ではユナイテッドサポーターネームお願いします。マジキンです。おしめは？おしめは長畑選手です。これからも応援しているので頑張ってください。プロです。おしめは？まあ、ユナイテッドの選手全員ですけど、期待しているのは、アンダー18から上がってきた、野崎博也選手ですね。まだまだ1年、長いですけれども、ユナイテッドは応援する気持ちは変わらないので、一緒に、頑張っていきましょう。ミーハーミワです。おしめは赤尾選手です。今日は田上選手をピッチの上で見ることができてすごい嬉しかったので、今度は田上選手と赤尾選手がピッチで揃って試合される姿が拝見したいです。これからも応援していきます。西野と申します。おしめは田上選手です。今日は残念でしたが、田上選手をピッチで拝見することができてとても嬉しかったです。また頑張りましょう。プレミアムシートで観戦されてましたけれども、どうでしたか？初めての観戦だったんですけども、すごく迫力があってまた来たいなと思いました。はい、ということで、観戦シートでね、プレミアムシートで観戦された方のインタビューなんかもありましたけれども、なんといっても今回嬉しいニュースはですね、田上豊選手が J2 初出場だったんですね。田上選手といえば国体にもね、新友先生、はい、去年、うん、中心選手として出ていただきまして、はい、もう存在感がすごかったです。やっぱり若手をまとめていたという印象は、はい、ありましたよね。ありました。その今日は田上選手、そして赤尾選手というもうレジェンド2人のインタビューを、ちょっとウェイトリフティングの皆さんも一緒に聞いてください。はい、それではどうぞ。ユナイテッドサポーター部、ユナプラです。今日はこの2人を J2 の舞台でこう応援、そしてインタビューできることに本当に幸せを感じます。では自己紹介をお願いいたします。背番号7番赤脇です。背番号33番田上豊です。お疲れ様です。お疲れ様です。いやー、2人のキャッチコピーは？いや、ないです。すいません、今考えたけど出てこない。惜しかったです。いや、でもありますよ。ありますけど、ベタすぎてラジオで言うまでもないです。じゃあ3、2、1、どうぞ。友情です。すいません、ね、本当にもう古竹振って散らかす。本当ですね。本当に申し訳ないです。なんかこれがまあ安定の赤尾選手、田上選手込みだなという、本当にリスナーの皆さん、すいません、本当に申し訳ないです。前節、明治安田生命 J2 リーグ第15節、アビスパ福岡戦、0対1で敗戦となりました。試合をまず赤尾選手から振り返っていただきましょう。ホームでしたし、たくさんの方が来てくださってる中で、またね、バトルオブ九州ですか、うん、絶対負けられない相手だったんですけど、まあ、結果的に 0-1 で負けてしまって、非常にこう、うん、まあ、痛い敗戦だったんですけど、まあ、ただ落ち込んでる暇もないですし、うん、まあ、負けた中でもいい面っていうのはあったんで、はい、そういう面を今後伸ばしていって、これからは勝利できるようにまたみんなでこう団結していきたいなっていう気持ちです。いいなと思ったところはどこですか、ちなみに？いや、まあ、僕たちが目指しているサッカーっていうのは、うん、まあ、随所に挫折した部分があるんで、はい、まあ、ただ決定力っていうところで決めきれない、まだ力不足もあるんで、まあ、そういうところを今後つけていければ、はい、もっと上に行けると思うんで、そこは、はい、力つけていきたいなと思います。そうですね。
さあそして J2 初出場となります田上選手、まずは試合から振り返ってください。もう赤尾が言った通りですけど、まあでも僕らが やりたいねサッカーっていう、まあ、コンビネーションで細かくつないで相手寄せて、まあ、そこで崩すもよし、相手がギュッて寄ってきたら空いたスペースを使ってゴールまで行くっていう、まあ、随所でこう出せてる場面もあったので、まあ、その回数を増やすことと、あとやっぱりペナルティーエリア内でのこう、シュートだったりチャンスシーンっていうのをもっと増やして、うん、俺が決めるんだっていう選手がもっとこう、はい、周りの人から見て分かるぐらいになって増えてくれば、うんうん、勝ち点っていうのは積み上がっていくんじゃないかなと思うので、今やってることはやっぱり積み重ねていきたいなと思える、はい、ゲームでしたね。 J2 初出場となった田上選手、初出場への思いはいかがですか？は、はい、もう応援してくださってる方々にいつ出るんだって言われてたので、まあ、その応援してくださってる皆さんと家族と、はい、赤尾明に、まあ、お待たせしましたっていう、まあ、明もベンチにいて、うんうんうん、もう出たいじゃないですか、はい、自分もね、最後の3枚目の枠を僕は出させてもらって、うん、まあ、明がその後、はい、嬉しかったよって頑張れよ、あ、背中を押してくれたんで、普通できないですよね、そういうこと。その試合終わった次の日もメッセージくれて、はい、大親友の赤尾選手、ピッチにこう進んでいく田上選手見ていかがでしたか？ピッチに入る瞬間僕見てなくてですね、気づいたら中に走ってたっていう状態。妖怪か俺、冗談ですけど、これまで、ね、15節までずっと、ね、あの試合に出れない状況の中で、その中でもこう腐らず田野さんらしくこう練習から 100% でやって、まあ、来たやっと来たチャンスで、あのね、出るだけじゃなくてその中でも躍動できてたと思うので、はい、まあ、そういう姿は非常に嬉しかったし、あの、まあ、僕も、ね、言ってもでも一選手なんで、まあ、刺激をもらって、まあ、今度はお互い一緒にピッチに立とうっていうのは思いましたね。まあ、決めろよと思いましたけどね。いや、もちろんもう、はい、申し訳ないのに一言ですけど、やっぱでも結果だ、ね、出さないと次がないですし、また次出れるかなんて保証もないので、また次に向けてこう出れるように頑張っていきたいなと思いますね。まあ、やっぱり赤尾とかと一緒に出たいですよね。ね、いろんな人に言うんですけど、うん、あのメンバー表あるじゃないですか、うんうん、全所属ボルカ鹿児島、うん、FC 鹿児島、他のチームの人がしたらどこだよと。でもまあ僕らそこをこうね、あの下からやってきた身としては、ね、僕と田野さんもそうですけど長畑、水本っていうのをこう4人でスタメンで、ね、全所属 FC 鹿児島ボルカで埋めたいです。どっから来たのかわからない、こんな、ね、今目の前にいるのはあの、砂森と沼津から来た砂森と名古屋グランパスから来た八反田が今いて、今赤がこの話を振りました。さすがラジオ向きですね、田野さん。ありがとうございます。いや、俺らの付き合い長さ言ってくださいよ、ちゃんと。あ、付き合い長いんですか？あ、そうだ、そうだ、うん、ね、そう、砂森とは本田 FC にいたんで、2014年から。おー、 JFL 選抜で一緒にあの遠征行ったりして。田野さん違います？僕入ってないですけど、赤尾が俺入りたかったけど入れなかったっていう、はい、が一緒だったんですよね。で、はだったんだよ、俺はこれぐらいの時から知ってるって。ハッタンダは これぐらいの時から知ってるよって。ハッタンダは高校が同じなんですよね。ハッタンダとはうちの父ちゃんが中央高校だったんで父ちゃんの後輩です。めちゃ遠い。先輩な68なんで、68なんで38個上ですかね。ギリギリ被ってないぐらい。大丈夫ですね。もう僕が43期だから多分6期とか3型ですよね、このラジオ。全然みんなバラバラですよね。果実、中央高校、若松高校静岡にあるんですけど、千葉県に、あ、千葉の若松高校で、谷口赤尾がマイクこっち向けてるけど全然違う話そっち向いてしてるから、マッキーひどい、ね、お願い、もう帰って。お疲れした。取り直しでした。最後に一言、はい、感謝。もう俺の言葉使うな、勝手に。まとめたね。ラジオで伝わらない。まとめたね。お疲れ様。ありがとうございました。
わかんない、もう拾いようがない。ちょっと散らかりましたね。お疲れ様でした。ほら、通る人みんないじっていくっていうね。本当に愛されてるんですね、お二人は。ただ一人書いたやついるんですけど、谷口勲。谷口勲選手はいつもこの収録にいますから。みんな書いたのに、すいませんね。マネージャーさんね。ただでも、ユナイテッドの一番最初のゴール決めたの谷口勲です、ね。そうですよ、忘れもしない、大分で。それはもう、俺もうサポーターも全員忘れてんねこれ。牛の浜が今前を通りました。実況ありがとうございます。子供生まれたね。おめでとうございます。今日ドライヤー持ってきた。はい、ドライヤー持ってきた。名前は、名前は、はい、名前は牛の浜サクです。サクね。牛の浜はタクで、子供はサクです。もういいよそれは。はい、お疲れ。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。サポーターぶっちゃけボックスはですね、今日はなんかよく分かんなかったですけれども、お休みになります。また皆さん来週楽しみにしていてください。さあ、それではですね、今週末はアウェーになります。6月の2日日曜日、モンテディオ山形との対戦、14時キックオフになります。お二人から意気込みを聞いていきたいと思います。では赤穂選手から。はい、まあ、まずは連敗を何としてでも止めることが第一条件で、まあ、ただ山形ってやっぱ J1 も経験している強いチームなので、まあ、その中でも僕らがどれだけチャレンジできるかだと思うんで、勇気を持って自信を持って相手のアウェーに乗り込んで勝って帰ってきたいなと思います。では田上選手お願いします。はい、応援してくださる、方々のためにしっかり躍動してピッチで結果出して、鹿児島にしっかり勝ち点を持って帰ってきたいなと思ってるんで、そのためにはやっぱりでも応援も力になるので、現地だけの応援じゃなくて僕らの勝利をこう願ってもらえることもすごくありがたいので、そういう応援でもいいのでよろしくお願いします。一緒に戦ってください。一緒に戦います。ありがとうございます。よろしくお願いします。